こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。汗の秘密のお話です。汗の腺にはエクリン腺とアポクリン腺の2種類があり、普通汗をかくという時の汗はエクリン腺からの汗のことです。エクリン腺は外耳道や爪で覆われている部分や唇など限られた部分以外、体のほとんどの部分に広く分布しています。エクリン腺は少ない人で約1200万個、多い人は500万個と差がありますが、すべてが汗を出しているわけではなく、実際に活動しているのは半分程度です。汗の成分は 99% 以上が水で、ごく少量の塩化ナトリウムやカリウム、カルシウム、重炭酸イオンなどの電解質、尿素、アンモニアなどが含まれ、結晶から作られるので、結晶の成分とほぼ同じです。最初、汗の原液は結晶と同じくらい塩分濃度が濃いのですが、エクリン腺の導管を通る段階で、イオン類が結晶に再吸収されます。夏の初めの頃は、かなり濃度の濃い汗を分泌しますが、一夏が過ぎる頃には、大切なミネラル分はうまく吸収、体温調節には水分の多い汗をかくことができるようになります。さて、エクリン腺に分泌している自律神経は交感神経だけで、その神経伝達物質はアデレナリンとノルアドレナリンですが、エクリン腺のみ例外的にアセチルコリンです。体温調節に不向きで、ノルアドレナリンに反応する原子アポクリン腺からエクリン腺が進化したときに、伝達物質も皮膚の血管を収縮させないアセチルコリンに変えたのです。これは人が進化の過程で体温上昇に弱い脳細胞を異常に発達させたため、求愛行動に不可欠なアポクリン腺からの性的アピールを犠牲にしてまでもエクリン腺という体温調節器官を発達させる必要があったからなのです。では本日のお話はこれで終わります。